私の入っているサークルは同期の仲が良く、うん、男女合わせて6人ぐらいのサークルの活動日以外でもみんなで遊びに行ったりしています、うんうん、その中で一人を好きになり、うん、告白して付き合うことになったのですが、おーおー、彼は私が二人でデートしようと言うと、うん、サークルのみんなで行こうと言って、うん、結局みんなで遊びに行くことになってしまいます、はい、彼と二人でデートできるにはどうしたらよいでしょうか、助けてジャンクボーイズだそうです。なるほどね。要は二人だけのこう空間が欲しい、時間が欲しいっていうことだから、うん、でも分かる気もしますね、みんなで行こうって言って。え、なんで、え、だって付き合い始めたばっかりでしょ。ああ、うん、恥ずかしいじゃないですかね。ああ、そう、そういうところか。二人きりだと何話していくか分かんなくなるんじゃないだろうかっていう、その恐怖感がこう。逆にじゃあ彼も周りの男友達とかね、うん、いや俺助けてくれよ、なんとかフォローしてくれよっていう感じでなのかな。だって他のサークルの友達もどうせお前ら二人でイチャイチャするんだろ、一緒に来たくないよとかなんかなりそうですもん、うん、あ、雰囲気的に二人で空気作られても嫌だしって言われて、そうか、二、うん、人でいることが自然な状態のシチュエーションにすればいいと思うんですよ、うん、だ例えばその映画を見に行くとか、そのアクション映画とかわーっとしたったらみんなで見に行こうぜじゃなくて、ちょっと恋愛もののいい映画とかだったら二、ね、人でこうゆっくり見に行けるような、うん、とこだといいと思うかな。う、ね、あとサークルってことはきっと学生さんなんですよね、エメイムさんね、うん、そうですね、うん、どうなんだ、お一人暮らしなのかな、それともご実家なのかな、うん、まあ、どっちかがねお一人暮らしだったら、うんうんうん、彼氏さんなり、うん、エミエミさんなりのお家に、うん、そうですね、っていうのもね、うん、あるかもしれない。そしたらみんな呼ぼうぜってなった日にはね、それはいや、そうじゃなくて、みんなで遊んでも楽しいじゃんってなった日には あれだから、うん、強制的に二人でも二人でいないとできないことをやる、うん、なんかないかな、二人じゃないとできないこと。まあ、でも映画は確かにありますよね。そうだ、あと何なのかな、二人でしかできないこと、二人でしかできないこと、うん、あ、ボートに乗り行くとかね、お、あるじゃないですか、よく。なるほど、ね、ベターなシチュエーションですけど、うんうん、あとなんだろう、こう例えば遊園地みたいなところに行ったにしても、うん、こう観覧車とか、そう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 、カップみたいなやつとか、うん、ティーカップみたいなやつとか、ね、お化け屋敷に二人でペアになって入ればいい。最近のお化け屋敷大きいからみんなで行くんだって。うん、あ、そうなんですか。十何人ぐらいでゾロゾロとね。ツアーみたいにしていて。そうそうそう。すごい騒ぎらしい。へぇー。そうそうそう。そうね。なんかその、ああ、そこ難しいんですね。あ、でも観覧車はいいかもしれませんね。うん。二、うん、人だけの時間がね。そうそうそう。くれますからね。結構長いですね。最近観覧車ってこう、ハート型の観覧車とかが、一個、そのゴンドラの、ゴンドラが一個だけハート型になってるとか、うん、そういう、カップルゴンドラみたいなやつを。スペシャル仕様みたいな。そうそう、用意されてる観覧車とかもあるらしいですよ。最近なんか絶叫観覧車ってやつ見たんですけど、観覧車って普通にゆっくり行くじゃないですか。はいはい、途中からズルーンって落っこる。怖っ。フリーフォールじゃないですか。ブーンって S 字型にくれて、はぁーっていうのを楽しむって。いや、楽しめないっていうね。それは。あ、でも好きな人と一緒だったら楽しそうですね。それいいかも。そしたらキャーってなれるから。うん、絶対話盛り上がりそうですよね。絶叫観覧車に乗ってみてください。あ、いいですね。乗ったらちょっと感想欲しいな。ね、欲しいですね。僕怖くていけないですけど。僕もちょっと苦手かな。あれ、うん。そうですね。そっか、で、二人でで、ああ、なかなかね。難しいですね。ちょっと参考にしていただいてですね。ぜひともちょっとそのシチュエーションを楽しんでみてください。はい。やってみてください。はい。